おっす、ほら、ほぼ新宿2丁目最強のバルク。です。今回はですね、トレーニングの効果を台無しにする4つの行動に関してお話ししていきます。よろしくお願いします。まず1つ目に、飲酒です。これは筋トレしてたら誰もが知ってることなんですけど、やめられないんですよね。なぜお酒がダメなのかというと、タンパク質の合成率が下がってしまうんですよ。その日せっかく頑張ってトレーニングして食事をとっても、その後飲酒してしまうと、とった食事が筋肉になりづらくなってしまうということです。でも、その合成率がゼロになるわけではないんですよ。筋トレ後に食事して、その後に飲酒しても、マイナスにはならないということです。飲まなかったら、100とすると、ベロッベロになるまで飲んだら、まあ、2、30ぐらい合成されるイメージでよろしいかと思います。合成率を数値化するのは、まあ、すごく難しいんですけど、まあ、大体こんな感じじゃないかなと。で、多くの方から筋トレとアルコールに関しての質問を受けるんですけど、葛藤されてる方が多い印象ですね。でもお酒飲みたいですよね。僕もお酒大好きで、オフ期間はもう毎週日朝に飲みに出歩いてました。皆さんが取られてる対策として、一番多いのが、筋トレした日は飲まないというものです。まあ、飲酒して懸念されることを考えたら、そうなりますよね。でも僕は違います。逆です。筋トレした日に飲みます。基本的に僕は朝までたくさん飲むから、筋トレした日に飲む方がいいってなるんですけど、それは次の日、心身ともにコンディションが最悪になるからです。酔いもほどほどに、まあ終電でさっさと帰る人は、筋トレオフの日に飲んで、翌日筋トレするのがいいんでしょうけど、僕は日帰りなんてありえないし、朝まで飲むのが基本ですので、朝まで飲んだら次の日は捨てる覚悟です。朝まで飲まなくても、アルコールを入れると、次の日かなりだるくなります。どちらを取るかです。筋トレした日にお酒飲んで合成率を下げて、翌日休むか。筋トレ休んで、飲んで、翌日、なんか体だるいなと思いながら筋トレをするのか。僕は絶対に前者を選びます。筋トレはいつだって楽しくやりたいです。やる気出ない、調子出ない、楽しくない状態でトレーニングしてもね、それほどつまらないものはないです。時間を無駄にした感じがすごい出てきます。お酒は決して筋肉にいいものではないけど、マイナスではないし、お酒飲まないでストレス抱えるぐらいだったら、僕は迷わず飲みますね。二つ目に、休息を取らないことです。僕も含めて、皆さんも分かってると思うんですけど、休むのが怖いんですよ。日本人に特に多いタイプみたいなんですけど、精神力が強すぎるんですよね。きつくても、辛くても、続けることができてしまう精神力を持ってる民族なんですよ。我々は。いいことではあると思うんですけど、でも、ジムから離れて、筋肉を頭の片隅に置いて体を休める時間も絶対必要です。これも、まあ、日本人にね、多い考え方なんですけど、頑張ってれば報われるって考え方をしてる人がたくさんいるんです。辛ければ辛いほどいいみたいな。辛いことを乗り越えたら成果が出るみたいな。まあ、それは間違いないんですけど、頑張る方向が間違ってたら、どんなに辛い思いをしても成果は出ません。学生時代の僕がまさにそうで、減量中は食べないで動いていれば絞れてくると思い込んでヘロヘロになりながらも筋トレしてました。でも逆に負のスパイラルに落ちて僕の心は生涯忘れられないほどに深い傷を負いました。筋肉をつける上でも同じで、頑張り方を間違えると済みます。そのうちの一つが、休息を取らないということですね。オフなしでトレーニングをするってことですね。あくまで筋トレは、筋肉をつけるための刺激で、筋肉を実際につけてくれるのは、食事と休養です。筋トレをすると、筋肉側が何とかして筋肉増やすって誤解してる人が多いです。減量に関しても、筋トレをすることによって消費カロリーが増えて絞れると思ってる人多いんですけど、実はそれも間違いで、減量中のトレーニングは形を良くする、あとカットを出させる意味ももちろんあるんですけど、脂肪が燃焼されるのは何もしてない時です。筋トレは代謝を上げて何もしてない時の消費カロリーを上げてくれる効果があります。筋トレは必要以上に刺激を与えると分解される作用が強くなってしまうので、筋肉をつけたくてやってるつもりがどんどん筋肉を分解させてしまっているんですよね。で、話がちょっとずれてしまったんですけど、休息を取らないでいると筋肉がでかくなる暇がないんですよね。だから、休息食は最低でも週に1日2日あればいいんじゃないかなと思います。もっとあってもいいと思います。週に3日とかあっても全然いいと思います。で、ダルビッシュ有さんもおっしゃってたんですけど、練習もやり方を間違えれば平気で嘘をつくって感じのニュアンスで同じようなことをおっしゃってたんですけど、まさにそうですよね。北海道行くぞってね、言って沖縄行きな飛行機乗っても一生つかないですよね。努力の方向が間違ってると、その努力の意味がないんですよね。だからある程度やって効果が出なかったら、今やってるやり方を疑った方がいいかもしれません。次に3つ目。タバコです。筋肉をつける上で、タバコがいいかと言ったら、良くはないです。なんでダメなのかと言われると、難しいことは言えないんですけど、息が上がるのが早くなって、筋肉を追い込み切る前に、心肺機能が参っちゃうからです。あと、病気の原因にもなりますよね。これは有名ですけど。でも先ほど紹介したお酒もそうですけど、タバコも人生を楽しむためのツールなので、無理にやめろというわけでは決してないです。でもどんな YouTube チャンネル見ても、あと、筋トレ、インスタグラマー、筋肉ポエムだったり、投稿を見ても、タバコやお酒、あとジャンクフードがあなたの人生にとって不必要で、害のあるものだから今すぐやめて人生を変えましょうみたいなね、綺麗事を投げつけてくるんですよ。例えば人工甘味料がどうだの、化学物質が入ってるだの、いいこと書いてね、インフルエンサーぶりをしたいのか、案件なのかはわからないんですけど、いろんな情報を投げかけてきます。めっちゃ怖い情報言ったり、写真だったり、事例を紹介して、相手を不安にさせて、自分の商品を買わしたり、自分の信者にさせます。僕が思うに、タバコも吸いたかったら吸っていいです。タバコだけが害のあるものではないってことです。食べてるものが体にとって害である場合もあるし、空気が汚かったり色々あります。生きてりゃ害だらけですよ。その要因を一つ一つ潰していきたいっていうなら、話は別ですけど、摂取できるものがどんどんなくなっていって、神経質になって、結局ストレスに侵されてしまって本末転倒ですよね。そもそも蛇口ひねって出てくる水をそのまま飲める国ってそんなにないです。本当に。日本はマジで恵まれてると思います。で、話が、めっちゃ反りましたけど、タバコも筋肉を肥大させるためにいいのか悪いのかで言ったら良くはないですけど、それは息が上がってハイレップの時に追い込みきれないだけで、他にもあるかもわかんないんだけど、直接的な要因ではないっていうことだけ頭に入れておきましょう。で、最後、4つ目に、食事を取らないということです。1+1 は2と同じぐらい、基本的なことで、今まで5000回は動画だったりブログで伝え続けてきたので、今更深掘ることはないんですけど、筋トレは筋肉を壊す行為ですよね。筋肉を壊した後に栄養がないと壊れた筋肉は修復されないので、当たり前ですけど、筋肉は修復されなければ肥大することもありません。例えばね、今ある家を壊して、さらに大きい家を建てようと思った時、壊すのはいいけど、家の材料がなかったら立て直すことできないですよね。材料がなければ何の意味もないですし、話が進まないんですよ。それは筋トレ後だけの話ではなくて、1日通してずっとです。筋トレ直後はゴールデンタイムってよく言いますけど、僕はそうは思っていなくて、同じこと言ってる人がいたら悪いんですけど、1日中ゴールデンタイムだと僕は思っています。筋肉は常に栄養を欲しています。このタイミングだけっていうね、ことはない。だからボディビルダーは1日何回もね、細かく食事をとって栄養補給し続けてるんじゃないでしょうか。だから筋トレしてる人はプロテインでも何でもいいから、常にカロリーとタンパク質を入れ続けるのがベストだと思います。その息抜きや合間にお酒やタバコをするって感じですかね。はい。では最後に筋トレの効果を台無しにしてしまう4つの行動のまとめをしたいと思います。この動画を通して皆さんに伝えたかったのは、筋肉をつける上でやめておいた方がいいことはあるんですけど、そればっかに気を取られすぎて、気にしすぎて、ストレス抱えてコルチゾルっていうね、ストレスホルモンに侵されてしまったら、それはもう本末転倒になってしまうので、気にしすぎは良くないですよってことです。でももし体を変えたいから意識してみようっていうね、考えの方は参考にしてみてください。では軽くおさらい。1、飲酒。2、休息を取らない。3、タバコ。4、食事を取らないって感じですけど、個人的にこの4つの中で優先順位をつけるのであれば、一番大事なのが食事、2、休息、3、酒、4、タバコです。僕は有益ではないと分かっていても、お酒を飲まないことはストレスなので、適度に飲みます。ダイエット中我慢する時期はあるんですけど、たまには飲みたいですよね。僕も今お酒我慢して2ヶ月近く経つんですけど、そろそろ飲みたいな。皆さんもね、我慢しすぎには注意して、一度きりの人生なのでね、あまり縛られすぎないようにやっていきましょう。ということで今回の動画はこれで以上です。少しでもいいなと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントもね、何でもいいので残して帰ってください。って感じで今回の動画はこれで終わります。バイバイ。